タリバン暫定内閣を樹立、アルカイダ系ですから、ハッカーニネットワーク、タリバンとハッカーニネットワーク切っても切れない縁があるんですよ、運命共同体で、それなんです、そうです、オサマ・ビン・ラディンのような感じですね、もうそんな感じです、間違いない、パワーシェアイズン、アフガニスタンの CIA と思ったらいいです、ここで難しくなってくるのが日本の立ち位置ですよね、はい、こんにちは、カズです、こんにちは、ムガルです、越境 3.0、 はい、ムガルさん、こんにちは、こんにちは、はい、こちらの方も皆さん同じ特別ゲストです、イスラム評論家でジャーナリストのフマユン・ムガールさんです。フマユン・ムガールチャンネルを YouTube を運営されております、よろしくお願いします。ムガールさん、いよいよ、はい、タリバン暫定内閣を樹立したという発表されました、はい、それまずこちらのニュースなんですけれども、はい、今日の午前中の記事ね、ブルームバーグです、うん、タリバンが暫定内閣発表、指名手配中のテロ組織幹部も入閣ということで、うん、記事読んでびっくりしたんですけど、うん、ハッカーニネットワークのジェラルディン・ハッカーニが、うん、はい、内務大臣になったと。でハッカーニさんといえばね、うん、僕の調べたところによるとアルカイダ系ですから、ハッカーニネットワーク、はい、これどうですか、前もですね、石田さんと何回かねこう対談したんですけどね、見てる側はね、もしかしてムガルさんタリバンのスポークスマンじゃないかと、いろいろ書いてありましたねコメント欄にね、そうなんですよねムガルさんはタリバンではないです、はい、タリバンじゃないですけど、まあ、タリバンに取材したことがあると。そうです、取材して、そしてまたですね、あの真実は語るですね、私は見たとか現実はどうなのかって語ってますか、うん、別にタリバンの味方してるとか反対してるわけじゃなくて、なぜこういうことが起きてるかって皆さんにですね現実を語りたい。ハッカーニネットワークってもともと確かにタリバンが一緒にねコラボレーションした団体ですね、うん、僕とムガルさんみたいなこのコラボレーション、コラボレーションでこんな感じコラボやってたんですね。でなんでコラボやったかって、これですね、あの 9.11 の前の話ですよ。その時タリバンって政府だったんですけど、そこにやっぱアルカイダ系がですね、やっぱお金が持ってたんだ。ああ、オサマ・ビン・ラディンの組織ですからね、もうそうです、資金力ありますよね。それなんですよ。だからやっぱりね、どんな政権でも国益優先にしますから、タリバンが国益優先にして、やっぱりそのハッカニネットワークとかアルカイダとかね手を込んだわけですよ、うん、いいか悪いかってその国のねやり方でやりますから、だからものすごくこれは秘密な関係ですから、ね、まあ資金的なその融通をまあ考えた上で、そうです、ハッカニネットワークと組む必要があったというのが、う同時多発テロの前、そうです、その前、うん、その後どうなんですか関係は。だからその後もずっと仲良かったんですけど、ただその代わりやっぱアルカイダって世界的な組織ですから、アルカイダもタリバンやっぱり CIA が育てた組織なんですよね。アメリカが育てた組織ですから、ノウハウがすごい持ってるから、味方なればすごいあの英雄だったんですけど、やっぱりアメリカから裏切られたと思って、逆にアメリカにね反米感情を出して宮殿一致して起こしちゃった。それからやっぱりですね、トラブルが 始まったのはやっぱりアルカイダにね場所を提供したのはタリバンだから、タリバンも悪いんだということでずっと空爆して、うん、だから2つの関係は表上はやっぱり切れてるような感じだけど、やっぱバックで繋がってたんですね。タリバンの幹部はね、この今回の内閣発表の前に、うん、アルカイダとの関係は断ち切りましたと発表していたんです、うん、はい、でまあ、ハッカーニネットワークはアルカイダではないけれども、はい、ちょアルカイダ系と言われてるんで、一応アルカイダとの関係は断ち切ったとは言ってるけれども、いやいや本当は断ち切ってないんじゃないのっていうことが結構いろんな欧米メディアでは、まあ、出てますよね、出てますよね、はい、まあ、基本的にあの実際ですね、宮殿一致のあたりにアメリカも戦争と空爆しながらタリバンを、ね、撲滅したとか言ってますけど、うん、ハッカーニネットワークずっと出てたんですね、うん、だからこれはもしかしてパキスタン人じゃないかってハッカーニネットワークって言われてですね、うん、パキスタン政府に相当ねあの力も圧力かけてたんですよ、アメリカ。で実際ですね、ハッカーニネットワークはですね、タリバンでもない、アルカイダでもないんですよ。実際これパキスタンにあるタリバンの組織なんです、うん、たくさんね何百個のマドリスタを持ってます。そこで精神的に強固してるんですよね、うんうん、だからそのマドリスタのおかげで同じハッカーニネットワークのマドリスタはアフガニスタンにも作ったんです、うんうん、だから基本的にタリバンとハッカーニネットワーク精神的なあの教育を受ける進学者、うん、でこれはもうずっともう 9.11 前からずっと一緒にコラボをやって、マドリスタのお互いに大学と大学合併する、タリバンとハッカーニネットワーク切っても切れない縁があるんですよ、うん、だから今出たわけですね。このハッカーニネットワークのハッカーニさんは、うん、アメリカの FBI の重要指名手配リストに名を連ねているということで、うん、欧米社会からは、まあ、危険人物であると、うん、いうことが、まあ、発表されているんですけれども、うん、ハッカーニさんというのはどういう人物なんですか。この人ね、実はこの人のお父さんですね、がハッカーニネットワークとして作ったんです。 9.11 前、タリバン政権前、旧ソ連の時に戦った時のコマンドですけど、お父さん、タリバンとハッカーニネットワークの創始者がいる、ムラ・オマルティというのはタリバンの精神指導者、ハッカーニネットワークのハッカーニさん、2つの精神指導者が大きな組織を作ったんですね、うん、そしてソ連に向かって戦って勝ったわけですよ。あ、じゃあソ連のアフガニスタン侵攻の時っていうのは、まあ、タリバンとハッカーニさんは、まあ、運命共同体で、ソ連なんです、そうです、一緒に手を組んでソ連を追い出した、追い出した、うん、
相当の力を持ってるから、だから今も彼をね、やっぱりハッカーニネットワークとは内部署にいる可能性ですね。うん、そのハッカーニさんの人物像的にはどういう感じですか、まあ、考え方、思想とか。あの精神的な宗教指導者であるから命令は聞くんですね。普通の軍隊の命令で多分軍人は聞かないけど、彼らの一言言えば従う、うん、だからこの人は精神的にすごい力を持ってますから、一言言えばイエスと言えばイエス、ノーと言えばノー、下にやっぱ組織がすごいですね。精神的指導者ですから、政治的じゃなくて、ただ政治的にもパワーを持ってます。過去のタリバンの政権の時も彼が重要ポストで、じゃあかなり大勢の兵隊を動かすことができる。もちろんです。でもこの人のお父さんが兵隊作ったんだからね、うん、精神的指導者といえばもうまさにオサマ・ビン・ラディンのような感じですね。もうその中です、間違いない。だからこの人一番、オサマ・ビン・ラディンの後にこの人怖いんかなってアメリカは思ったと思いますから、ブラックリストに載せたんですね。この欧米側からの反発が予想される中でも、うん、このタリバンはハッカーニさんを内閣に、まあ、入れたということで、うん、タリバン側のどんな思惑があるんでしょうね。まあ基本的にですね、やっぱりこのずっとアメリカからハッカーニネットワークもタリバンもアルカイダもずっとやっつけられてるわけですよ。だってたくさんの彼らの精神的指導者が犠牲になってるわけですよ。もうドローンによって殺されてるんですよ。だから犠牲者になってるお互いに、まあ、運命共同体って言われて、うん、まあもし政権に逃げた時またお互いに共同でやりましょうということですね、うん、それで多分お互いにこのシェア、パワーシェアイズも、もともと彼ら一緒に国を作った人たちですから、うん、タリバン20年以上も国だったんですから、それを取り戻したと思う、うん、あとはやっぱりハッカーニさんのこのリーダーシップっていうものがこの内閣の中で必要だっていうこと もうそうですね。やっぱり頭いいし、結構ある意味でインテリジェンス、アフガニスタンの CIA と思ったらいいです。そのネットワークが強いですから。あ、本当、まあ、警察組織みたいな。そうです、すごい組織持ってる、まあ、今回内務省ですもんね。そうです、内務省のインテリジェンスですから、うん、だからある意味でインテリジェンスとかアフガンの全部情報機関とか過去の20年経験持ってるから、うん、やっぱり自由ポストに入れたのを借り入れたと思うんですね。これはね、一応、まあ、ホワイトハウスのサキ報道官の発表によると、うん、記者会見ではタリバン政権を認める予定はないということを発表してるんですよね、はい。まあ、これは、まあ、ハッカーニさんが入ったっていうことが大きな原因だと思うんですけども、うんうん、欧米諸国や、まあ、国際社会でね、今後タリバンが一つの正式な政権として認められていくには、うんうん、どんな動きが必要ですかね。まあ、まずはですね、一つはもちろん一番早く認めてるのはね、ロシア、中国、ロシア、中国みたいな、ね、認めてます。まあ、パキスタンももちろんね、パキスタンも育てたですから、まあ、パキスタンもそうですね、うん、で認めてますから。で今度はイランが求めたら、その次はサウジアラビア、まずはね、イスラム教国々が求められたら、ヨーロッパから多分求めなくていいと思ってると思いますよ。もともともうヨーロッパ敵と思ってるから、もうその辺は割り切っちゃってるのかな。そうだと思いますよ。中東のだけの国々が求めてくれたら十分じゃないかと思いますの で、ね、でそれを求めたら、あとヨーロッパも自動的に求めるようになると思います。ここで難しくなってくるのが日本の立ち位置ですよね。はい、だから日本はどうすればいいか。私も逆にね、石田さんもね詳しいですか、中東の問題が。いやー、もし石田さん、今ね菅総理が辞めました、もし次は総理大臣だったらどうします？僕が総理大臣だったらもし例えばどう対策します、これから。僕が総理大臣だったらね、うん、まずやっぱり、ま、日本の一つ特徴っていうのは、うん、イランともイスラエルとも話し合える国だっていう。そうだね、両方とフレンドリーだから、うん、イラン、イスラエルを巻き込んだ上で、うん、そうだな、うん、アフガニスタンと話をするっていう場を作るかな。いや難しいな、これは。でしょう。でも日本じゃないとできないとこってそこだと思うんですよね、うんうん。まあ、中東和平っていう側面から考えると、うん、イスラエルとイランの間に立つこと、うん、これがやっぱ日本が独自にできることだと思うんですよ。間違いないですね、うんうんうん、それを利用してアフガニスタンに接触するとか、うん、アフガニスタンと何か考え方を話し合う機会を設けるとか、うん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 、そうだと思いますね。でもやっぱりね、うん、そうやっててもまだ私から見てるとまだね、アメリカに従ってますから、うん、やっぱりアメリカと相談しながらね、しないといけないから。まあそうですね、日米同盟がありますからね。日米同盟があるからですね。だからそこでアメリカはどういうポリシーを持ってるか、日本もそれに従ってどういうポリシーするか、アメリカはこの人はテロって言ってもテロ国家だから、アメリカはフレンドリーだって言えばフレンドリー国家だから。だから日本は多分今ね、私から見て板挟みだと思いますからね。もうアメリカでやって、イスラム世界からもちろん両方から信頼はされてますから、日本はですね。だから大きな役割と思います、今から日本は、ね、そうですね。まあでもね、カタールのドーハのタリバンの外交事務所あるじゃないですか、はい、あそこにやっぱ何らかの形で、うん、なんか日本も行った方がいい、顔を出して話をしに行った方がいいかな、間違いない。アメリカと一緒に行くのか、
と同時で行くのか。でも実際今回ね、このタリバン政権もできたのは間違いない。ドーハが中心になって、カタール中心になって独立できたんですね。そこはドーハが中心に、ね、パキスタン呼んだりアメリカ呼んだり、この3カ国ですよ。パキスタン、タリバン、アメリカで和平交渉を作ってやっと独立を持ってみたんですけど、これじゃないとできなかったんで、うん、で今もカブルの空港もやっぱカタールがもう運営するようになったんですね。カタールとトルコがもう昨日からなんかニュース見てたら、もうカブルの、ね、空港がやっと普通に飛行機飛ぶようになったんです。だから運営してるのはあの全部マネジメントがトルコとカタール。 あとね、一応今後の、まあ、タリバン政権の動向でちょっと気になるのが、まず今、まあ、こういう大混乱の状態が続いて、アフガニスタン国内の生活物価がものすごい高騰してと、もう要はハイパーインフレに近づいてる感じなんですよね。でその上でなおかつアフガニスタン国内に現金がない、アフガニスタンの中央銀行の資産がもうほぼほぼ全部アメリカに凍結されていると、だから自由に使えるお金がない、この経済危機を招くんではないかという、そういうまあニュース記事もいくつか見たんですけれども、このあたりについてガルさんどう思いますか。まあ一応ですね、まあ、パキスタンのニュースですよの方でワールドバンクとか IMF とかでやっぱりちょっと援助しようと出てきたんですよ、動きが。食料援助が一番ですね。やっぱ食べ物がないから貧しい国だから、だからそのワールドフードのですね、あのプロジェクトがパキスタン中心に飛行機を飛ばしてアフガニスタンに運びましょうってですね。だから経済的にもやっぱりほったらかしちゃいけないんですよ。昔みたいにほったらかしたから反米感情になって反対になったんです。まだね、政権ができてまず今日ですから、まだ1ヶ月も経ってないから、少しずつは良くなっていくんじゃないかと思いますので、あとはやっぱり中国からの支援がきっと入るでしょうね。それは大きいですね、間違いない、それはもう中国ははっきりと言ってますから、発表してますもんね、してます。であとはパキスタンはフール、食べ物とか食料援助はパキスタン、経済は中国、あとまあ世界がどうね見てくれるか、なんか本当にアフガニスタンの平和になってほしいなと思います。タリバン政権は他の民族もいますからですね、これから多分しばらくはちょっとね、今年いないまではちょっと難しいと思いますよ、安定政権、ね、時間はかかりますよね。そうです、ただ今これ仮の政権ですよ、暫定ですからね。暫定、そうです、暫定政権とりあえずですね、まあ、今後ねアフガニスタンが多分ものすごい勢いでいろいろ変革を起こしていくと思うんですけれども、また新しいニュースが入ったらちょっとムガールさんぜひよろしくお願いします。そうですね、はい、こちらでやりますね、はい、はい、ありがとうございます。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、 Here we go!